皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、へこむ心が折れるステージ別集客モチベーションの保ち方と3つの対策についてお伝えしていきたいと思います。えー、集客っていう活動は、まあ、あの一生懸命、ね、やればやるほどあの辛い部分も出てきます。あの特にん初めて出だし 一年未満のところは結構しんどいだろうなというふうに思うんですよ。なので、あの、よくね、ご相談されるっていうか、お話を伺っていると。あの、全然反応がないとか、いいねがないとか、まあ、そもそも申し込みがないとか。まあ、いろいろな意味で、まあ、へこんだり、心が折れて。まあ、そして、またやらなくなるみたいなこととかも。あったりする話があるんですよね。ですから、そんな時に、まあ、モチベーションというか、あの。私のそもそもの。 基本の考え方はモチベーションは上げないっていうのが基本の考え方なんですけどやるべきことはやる淡々とやるっていうのがまあベースになるんですけどとはいえですねあの企業初期の頃の皆さんはいきなりそんなマインドでできるわけでもないと思うので、まあ、あのステージ別ですね。えー これぐらいの人はこんな気持ちでやってみてはいかがでしょうかっていうねそういうお話をちょっと対応策と含めてお話をしていきたいなというふうに思ってますそれが今日のお話ですはいでは本題に入っていきたいと思いますえっとまずですねステージ別っていうのがあのどういうステージにしているかというとまあ,あのおおよその統計で1年目3年目5年目10年目まあこのあたりで集客モチベーションの保ち方って 若干違うんですよであのそれぞれの事象ともちろんお話をしていくんですけれどもあのどこの年代の人でも共通する内容が対応策としてあるので3つの対応策ですねこちら結論として先にお伝えするとまず1つ目が比較の対象を変えるですね比較の対象を変える2つ目が業界の立ち位置を知るということですね。 で3つ目がやりきった後でダメなら潔くそこに執着せず帰るっていう、まあ、この辺りが結構ポイントになってくるかなというふうに思っていますで中身を、ね、解説していくんですけども年代別にちょっと、ね、対応策が違うのでちょっとそちらを、ね、お話をしていきたいと思います。まず1年目ですね 1>, 1年目はですね、まあ、あのさっき言った対応策の、まあ、1番と2番が主にメインになってくるんですけど比較の対象を変えると業界の立ち位置を知るっていうこのあたりが1年目ではどうしてても知ってほしい内容になるんですがあのどういうことなのかっていうと断、まあ、わせで、ね、よく石の上にも3年とかっていう言葉があるじゃないですか。 1>, 1つのことはある程度しっかり成し遂げるのにまあ、大体3年かかるよみたいな部分でまあ、そこまではねあの頑張っていきましょうみたいな我慢してやってみましょうみたいな意味があるのが石の上の3年って言葉あると思うんですがあの昨今の人たちってお話聞いていてもすっごい短期的に成果を求める方が多くてですねあのもちろん短期で成果出した方がいいんですよ。 いいんだけれれどもあのそれなりりに準備時間がかかりますなので例えば3ヶ月頑張ったからといってすぐに来る保証はどこにもなくてあのちょっと考えてみてもらったらわかると思うんですけど、うん、と特にじゃあ例えば大企業とかにね組織に所属していって。 でその会社が作り上げてきたブランドと看板の名前を使って何々会社のなんとかですって言って会社のブランドと名刺で信じてもらっていてあなた個人がめちゃめちゃ信じられてたわけじゃないんですよね取引先さんにとっては。っていうのを考えるとその会社を辞めた時点で一旦ただの人になっちゃうわけですよ。 自分ブランディングをやってない限りは。ということは駆け出しで起業しますって言ってその前提で何も努力をしてこなかった人のところになぜ人がそんなに簡単にわんさか来ると思うのでしょうかっていうのがあの不思議なところなんですよね。1年目はまず信頼されてないんですよあの例えば皆さんも自分のことに置き換えれば分かると思うんですけど。 そそれこそどこの馬の骨とも知れないなんだか独立企業しちゃったばっかりのな,なんかフレッシュな人とその業界で10年生き残っている人とっていう同じサービスもしも展開していたら10年の方がいいですよね、まあ、価格がしかもほとんど似,似てるってことはないかもしれないけれども要はやってきてるからきっとこの先も潰れずに私のことを見てくれるだろうっていう。 安心感があるでも1年目は、まあ、実際に本当に多いんですけどあの潰れるかもしれないんですよね自分が信じてその人にかけたとしても。となるとサービスとして不安定だよよねってまず信頼がないんですよだから信頼がないのになんでちょっと SNS で発信しただけで自分のとこにお客さんが来ると思うのかが不思議で。 そのまず、比較の対象を変えるっていうのは要は自分の頭で自分が辛くくて頑張ってるからっていうのはあんまり関係なくて相手から見た自分がどの程度しっかり発信をしていてしっかり露出してるかっていうのも割と大事でこれ結構勘違いしてる人多いれで勝手に心が折れるみたいな誰も私を見てくれないとかいやいや、見ないですよ。だってていきなり独立してペーペーの あの3ヶ月の人を何をサービス信頼したらいいんですか前のところの職業であの自分の力だけでやっているような、まあ、デザイナータイプの人だったら独立してもうまくいく可能性はありますその基本、暗黙のルールとしてその会社で取った仕事じゃないところを探すというのは暗黙のルールですけどね。やっっぱりそこを引き連れててめちゃう人って 義理人情的にどうなのかなっていうのはちょっと思ったりとかするのでお客さんが勝手に選んでついてきちゃうっていうふうにねあるかもしれないけどやっぱりそこは筋を通すんだったら会社にまあそういうふうな人がねお客さんは私の方についてきてしまいますとだからつきましてはそちらにねご縁をいただいた方なんで例えばそのな受注料の30%返すとかなんかそんなことをすればいいよって言われれば。 ね、独立祝いでは持ってけとか言われればそれでいいじゃないですかだけどあのだいたいなんかこっそりね声かけながらごっそり引きずれていくっていう人は自分が今度例えば誰かを育てたりとか誰かと付き合った時に同じことされますそういう心持ちの人だからだからその時に自分がやったことを思い出すってことになると思うんですけどねちょっと話しそれました あのですのであの、比較の対象を変えるっていうのは自分が頑張ってるとか関係ないっていうことです、業界内でどれくらい自分が頑張ればアダム一つ出るかっていうのを知るっていうことが必要だから、立ち位置ですねあの、独立したばっかりはペイペイですよっていう、だからあの山のものとも海のものとも分かんない人にお客様がなんで信頼してお金を払ってくれると確信しているのかが分からないっていう感じですね。 だから確信しちゃっている、まあ、ある意味勘違いなんですけど確信しちゃってるから来ないことにへこみますよね心が折れるとか言っちゃいますよね確信なぜできるんですかっていう話です、はい、ちなみに私は1年目ものすごく、えー、っとか認知を得るための発信すごくやりましただって私、まあ、あのその前の、ね、最後の仕事事業部長ですよ 会社的に事業部長っていうと、ね、そこそこ会社の中の立ち位置では上の方じゃないですかだけど世間一般に単に独立して出ちゃったら単なるただの人ですよ高橋孝子っていう名前すら誰も知らない状態でなぜにその人を信頼してお金を預けてもらえると最初から確信できるのかが不思議です。 だから私はあの看板を外した自分は単なる高橋孝子だから信頼してもらえないのはパン教室としてやっていく、ね、あれで信頼してもらえないだろうと踏んでいたので独立前から覆面でずっとブログを毎日書き続けてお役立ち情報としてですよで会社を辞めるって言ってあのきちんと話が会社とついた後初めて顔出しをしています。ごいオタクな人で 役に立つ情報いっぱい書いてくれる人みたいな立ち位置でブログずっと書いてたんですよ。ただファンは作ってました。その間ね。だってファンがつかないと申し込みしてもらえないじゃないですかだから私それ8ヶ月かかってるんですよ毎日ブログ書いてしかもそこそこ長文でそこそこキーワードを意識したちゃんとしたブログを1日4時間とか書いてですよ。 それ始める前にやってるんですよだから開業時にほぼ満席からスタートできてるんですよねそれをやらずしていきなりはい、独立しましたはい、ちょっとなんだか SNS 少し頑張っちゃってますよっていう人のところになぜ人が信頼してくると勝手に勘違いをするのかっていうことです勝手に勘違いした挙句私のことを見てもらえないとかねなんかいいねももらえない 折れるへこむとかって言っちゃうのっておかしくないですかっていう感じなんですよもう一年目はとにかく自分を知ってもらう信じてもらえるのにもゴリゴリにフォーカスするしかないから心折れてる場合じゃなくて要はあの絵の中のかわずだっていうことです自分で勝手に頑張ってるつもりでも業界の内,内では大して頑張ってないんですよっていうことの時もあるんですよ じその立ち位置するって比較の対象を自分じゃなくてもっと周りを見ましょうっていうことなんですよね。うん、で私はなぜそんなじゃあブログ頑張れたんですかっていうのはあの独立する前会社員だった頃からコンサルタントの先生に指示していたからです。あのどういうふうにしないと自然に集客ができないかっていうのを勉強してたからです。それに沿った形で売れるホームページを作りそれに沿った形で あ集客ででききるブログの書き方を学んでやっていたしかも比較の対象はその当時にいたうまくいってる人たち、まあ、特に私が所属した会派物販の男性が多かったんですけどその人たちってものすごい量のブログを書く人たちばっかりだったんですよ、まあ、それが主流の集客方法だったからなんですけどねそれを見ててあの1日3投稿とかひどい人10投稿とかしてましたから。 えー、とかいう感じですみません私一日一投稿で勘弁させてくださいと思いながらもしっかりした記事は書くって言って書いてたのが私だったんですよだからそれも1年ぐらい時間かかるみたいな話も聞いていたのでじゃあそのね速度を早めたかったら一日に投稿するかとかそういう領域になっちゃうわけですよだからその情報も知らずして自分が辛いから頑張ったからって言って あの集客できないとかっていうのを落ち込むのは本当はおかしいっていうことです <laughs> そんなに頑張ってないよっていうことですその業界内で見ちゃえばっていうことですよだから世間知らずっていうことなんですよ世間知らずで勝手に落ち込んでる姿は結構残念な感じですよ旗から見てるとだから自分の世界に閉じこもっちゃうから勝手に凹むことになってしまうのでもう少し広い視野で見ましょう 特に1年目は馬車馬のように働けぐらいの勢いが独立1年目で加速をかけないときゃいけないところなんですよ。だから折れてる暇ないんです、本当はね。で、私が今言ってるのは本当にゴリゴリに仕事やりたい人向けのマインドの持ち方です。趣味でゆるくたらーっとやっていく分にはそんな頑張る必要ないのでこれは趣味の人は聞かなくていい話です。はいあのー、まずその後の後スタートダッシュは 1>, 1年時にどれだけ頑張れるかで大概ここ頑張れない人が多いから自分さえちゃんと頑張っていればあのライバルを潰すとか潰さないとかじゃなくって勝手に脱落していなくなってくれるんでもうこれはあの我慢勝負ですよで私3年例えばそういうモチベーションというか量とか質とかも求めて全部やったりとかいろんな発信して。 あとメルマガとかも書いたら周り誰もいなくなってましたよ、その当時。3年間ステップメールできる人なんて当時いなかったですね。まあ、今も続けてるからあの今、私のステップメールに登録メルマガ登録すると解除しなければ8年から9年は届き続けるような量を800通セットアップしてますからっていうのをずっとコツコツやってるんです。で、その領域になっちゃうと簡単に今日頑張ったからって追いつけないんですよ、他の人が。で そのうまくいかないって言って事業替えをしたりやめちゃったりとかそういう感じでどんどん人がいなくなっていくからあのよくクライアントさんに言われるのがあの私、メルマガ読んで2年になるんですけどって言って2年間で20以上のメルマガ登録しました最後まで残ってたの高橋さんのメルマガだけですって残ってたのはっていうのは要は届かなくなるっていうことですそれぐらい継続するっていうことに価値があるので1年目はもう淡々とやっていく。 である程度の量露出しないと誰にも見つけてもらえないというのが1年目です。で3年目3年目はだんだんやり方も慣れてきて露出とかもまあまあできるようになってきてそうするとあのー、少し怠けるんですよ怠けるのそうすると今までできてたような集客ができなくなってくるのが3年目、まあ、飽きるっていうのもある、ね、3年だからちょっと飽きるっていうのもあるんですけどねなのでまあ ここでは一回もう一回なんて言うんですかね自分であのしっかり体をねあの引き締めてもう一回やり直すリスタートの気持ちにならなくちゃいけなくてでその段階でもう一回比較の対象をどこと比較するのかさらに上のステージ行きたかったらもっと上でやってる人と自分の努力と立ち位置が合ってるかっていうのを見なきゃいけないでもう一回再点検しなきゃいけないのが3年目です。 はい、中だるみしそうな秋が来る頃が3年目になりますだからその時にもう一回自分の立ち位置をちゃんと確かめてまた進み直して次のステージへ行こうと頑張るっていうことですねで次に5年目5年目は3年目の底を超えてるんですよだからだいぶ、ね、定着して安定してきてるはずですちゃんとやってればそうすると例えばブログを毎日書いてた人が2日にいっぺんにしても集客量はそんなに減らないです でさらに10年以上やり続けてたら1週間にいっぺんにしてもそんなに減らない可能性は高いですそれは昔の記事が支えてくれてるからとかねなのでこの段で考えなきゃいけないのは資産になる集客方法を中心に頑張ってられてるかっていうところです資産になるっていうのはブログとか YouTube とか URL が全部残っていくものですねで資産にならないのは流れていくメディアインスタグラムとか Facebook とか Twitter とかあーそういうタイプのものですね、まあ あと外から探されないものとかクラブハウスもそれかもしれませんけどね。でそればっかりで集客をずっとやってきてると積み上げたもものががなないいいからいつまでででっても楽ができないんですよだから私は初年度から少しずつでもいいから財産になるメディアを育てましょうっていうことは言っているんですけど皆さんやっぱり楽したい人が多いですよ。で SNS のいわゆるそのまあインスタがだから難易度高くなっちゃってるんですけどインスタグラムとか。 あのなんか軽い感じでパッと書けるようなやつを頑張るっていうのを頑張る人多いんですけど5年経った時にブログを地道に積み上げてきたりステップメールをちゃんと組み上げたりあの YouTube をきちんと作ってきた人とではそのずっと SNS だけで流れるメディアばっかりで頑張っていた人と比べるとあの集客の落差度合いが運転の差に変わってきます3年目ぐらいから変わっちゃうんですけどね。 だからちゃんとそのメディアを持ってるかっていうのは結構大事になってくるのでこの段においてはその淡々とやるっていうまああの割とマインド的に落ち着いたマインドを保ちながら、えー、やるべきことをしっかりやっていくっていうのがまあ、モチベーションね保つ時に考えるべき点なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。でえっと 方向変えをしたくななる時期も多分5年目なんですよでそうすると3番目のやりきってダメだったり急ぎよくえるそろそろ気づこうみたいなところなんですよねうまくいかないそうするとじゃあそこからは撤退をしようただやりきらないと撤退ができないんですよでこのケースも非常に多くてあの私いろいろアドバイスするじゃないですかであの一応うまくいく方法をアドバイスしてるんですよだけどうまくいかない場合もあります当然。 そのときには、もうこの人がこの上なくやりきってくれたっていうところじゃないと撤退しましょうっていうの言えないんですよ、あの要は我慢クラブみたいなところがあるから、だからせめてやりきってほしいんですよね、そうしたらダメなら潔くもう執着しないで帰る、これは私がそういうタイプだから、そしてうまくいってます、あのやりきってない人は分かんないんですよ、やめましょうって言ってあげることもできないから。 ここ結構ねポイントになってきます五年目はそのあたりも検討してくる時期になってくると思いますで最後十年以上の方ですねここはもう、えー、と自分の昔の常識とかに縛られているともうそれだけで世間の波から、うん、あのな立ち遅れていくしあの立ち位置ももう一回再点検する必要があるしどうしても集客できないんならやっぱり、ね、やり切った後だったらダメなら撤退するという潔い決断もしなきゃいけないのが十年目以上の方です あのじわじわといろいろゆっくり考えすぎてて結果あのどうしようもない状態になっちゃうっていうね残念なことも起こりうるのが、まあ、10年目のところなんですよ。で10年目の方っていうのはあのモチベーションも上がりにくいです特に集客に関して言えば昔が楽すぎる集客をしている方が多いのが10年目の方なんですよあの黙ってても人が来るとかね。 もちろんそれが保てていれば一番いいですしそうじゃない10年目の方もいらっしゃるんですけどあの私が知ってる感覚で言うと10年過ぎ15年とかっていう人たちはあまり集客らしいことをしなくても紹介とかそこに教室があるだけで集まってきちゃってる経験を持ってるので集客そもそも嫌いなんですよ <laughs> そうなんです。だからやりたくないのを無理やりやるからやりたくないっていうモチベーションでやるから余計集客できないんですよね。 ここで言うと、まあ、へこむとか心が折れるっっててほど多分頑張ってないんですだからこの方たちは何が必要かっていうと生き残っていきたいんだったら世の中の自流と努力の度合いに合わせて再エンジンばれきかけなきゃいけないっていうのが必要なモチベーションですだから衰退してもいいやーっていうモチベーションならもう衰退の道を選んだ方がいいしもう一歯が長さがたってないと思うんだったらばれきかけてそこでもう一頑張りしないといけないんですよ。 ただ今まで紹介した1年目3年目5年目の人と違ってやってないんですよ10年近くそこから頑張るからそれは大変ですよその他ののの他人たち倍倍かかから2倍の負荷がかかりますそれでもやり続けたいのかっていう決断をする必要があるのでまあ覚悟断捨離とあとそこそこ頑張んなきゃいけない努力今更っていうそういう状態になるので あの何気にも集客のモチベーションは1年目と10年目以上の人っていうのは似たように違う意味だけどきついのかもしれないなっていうふうに思っていますはいということで本日のまとめをしていきたいと思います、えー、へこむ心が折れるステージ別集客モチベーションの保ち方3つの対策ですね1つ目、えー、比較の対象を変える2つ目業界の立ち位置を知る 3つ目、やりきった後でダメだったら潔く撤退変えるということを検討したらいいと思います。ということで、本日のお話でした。よろしくお願いいたします。それでは。